こんにちは、萩和仁です。こんにちは、宗です。本日6月の5日、はい、今日いよいよ、この今回の、47都道府県完全制覇の旅の第4弾で、はい、福井から参加した、はい、宗さんとも今日でお別れということで、はい、これから北海道の方へ帰るような形になります。はい、考えてみれば僕この第4弾で、はい、兵庫から、宗さんを迎えにこの羽田空港に来て、はい、そこから宗さんを拾って、カズ、ね、ちゃんの結婚式、はい、そして北海道一周、そして宮崎へ行って、はい、それから埼玉へ行って東京へ帰ってきたわけなんですが、はい、その後走行距離約1万1000キロおすごい2人で、ね、約1ヶ月かけて旅したんですけども、はい、そうですね、もう1ヶ月ずっと一緒にお風呂を帰り、ご飯も一緒に食べて、あの狭い車の中で毎日毎日と、はい、でいよいよこれから北海道に帰ってまたチクチクトントンが始まると思うんですけど、そうですね、今回の旅1ヶ月前ずっといろんなとこ回ってきて、はい、いかがだったでしょうか。いやもう本当になかなかできる経験じゃないことをやらせていただいたので、もうこんなにこう秋葉さんとこう距離が近く、そうですね、1ヶ月も一緒にいたこと今までなかったんで、はい、うんうん、本当にいい思い出になりました。あ、いやいや、こちらこそありがとうございました。で、また、はい、僕はまだこの先旅が続くんですけど、うんうん、また何か、旅がしたくなったなと思ったら、はい、僕のいるところで、はい、来てですね、はい、適当なところで帰っていただくと。わかりました。じゃあヒッチハイクをヒッチハイクをぜひぜひしていただきたいなというふうに思います。はい、では今回本当にね、2人で回ってみて、いろいろコメント等もですね、はい、ツイキャスのコメントもうまくいった感じだし、放送もずっとしていきながら行ったんで、はい、色々とですね、皆さんにも楽しんでいただけたんじゃないかなというふうに思います。はい、ぜひあのこれからも秋葉さんのこの企画を応援していただければと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで宗さんがもうすぐ、搭乗手続きを済ませて、はい、これから北海道の方へ旅立つような形になります。そうですね、はい、本当に雨ですけど、本当ですよ。あのね、外がめちゃめちゃ大雨降ってるんですよ。雨ですね。最後の最後にやりましたね。最後の最後に、はい、ということで、これから別々にまた放送していく形になりますので、はい、ツイキャスと YouTube 等と、2人、秋葉仁と宗さんと一緒に、ご覧いただければなと思います。はい、いや本当に1ヶ月間ありがとうございました。ありがとうございました。また会いましょう。はい、じゃあ最後19人目、男性のハグいただきました。ありがとうございます。はい、ということで、また皆様、この第5弾でお会いしましょう。ではまた、バイバイ。バイバイ。あ、また最後に握手を固く握手を交わして、はい、バイバイ、皆さんバイバイ、またねー。